こぼれたー、やばい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 、こぼれてるこぼれてるけど時間がない。こんにちは、アジーンです。今回はついに届きました、ボックスティッシュではございません。こちらアマゾンで購入した新商品のチーク菓子、ポッピンクッキンのスイーツパーティーを5箱買ってみました。こちらのチーク菓子は一目惚れして購入しました。1ヶ月ぐらい前に予約注文して昨日届いた感じです。スーパーにもね、今もう並び出してるんじゃないかなって思うんですが、なんとこちらのチーク菓子は超リアルなスイーツデコっていうかね、フェイクスイーツのようなものが作れます。ただね、今回これ食べれるのでフェイクじゃないんですよ。で、5箱もあるのでこれを1個ずつ作るんじゃなくて、まとめて大きいスイーツを作りたいなって思ってます。それでは早速作っていきます。今回買ったのがこちらのスイーツパーティーという商品なんですが、すごいね、これ5種類作れるのかな。ベリータルト、メロンゼリー、フルーツタルト、フルーツケーキ、ショートケーキでね、裏側やばい、この量やばいです。工程がもうすごいたくさんある。で、今回はこちらの通常のサイズではなく、この5箱を一気に作って特大サイズにしたいと思います。電子レンジもね、使用するんですね。なのでこの型を5箱作るとね、きっとこの通常の型だと小さいと思うんですよね、このトッピングパーツが。なのでそのあたりはちょっと家にあるものも使いつつ作っていこうかなって思います。ゼリーに対して具みたいな、それはちょっとちっちゃいですよね。セット内容を出してみます。わー、かわいい。本当はここに盛り付けるのかな。これなんでね、5箱買ったかっていうとね、5個セットしか売ってなかったんですよ1個でいいかなって最初思ったんですけど、 Amazon 結構ね、5個とか10個売りでしかあんまりこういうの売ってなくて、今回は5つセットのを買ってました。あーすごい、あー型ね、これちっちゃいな。でもこれスライムとかいろんなのに使えそうですよね、粘土とか。なんかすごく甘い匂いがする。うん、なんだろう、めちゃめちゃ甘い匂いがしてる。おお、一番下にクッキーが入ってます。あー、本当はこのサイズなんだ、これができるんだ。そうか、このクッキーだけはちょっと大きいのは無理かな。ね、ちょっとこれは無理そうですね。フルーツのゼリーを作りたいんですが、こちらの元々入っている型だとちょっと小さいので、ブルーベリーはね、まあこれでもいいかなって思ってます。ただこちらのセリアで購入してあったハロウィンのシリコンモールドを使って、この中にね入れていこうかなって思います。どうだろう、そんなに量ないかな。ちょっとやってみようかな。これ本当は別の動画で使おうと思って買ってあったんですが、ちょうど今回良さそうなのでちょっと開けてみます。色もみかんの素とブルーベリーの素をここにやればハロウィンっぽくなるんじゃないかなって。あー、くっついてる、めっちゃ可愛い。かぼちゃ、目玉、お化けの3種類作れるみたいですね。かぼちゃはみかんかな。で、どうしようかな、お化けが、どうしようどうしよう。メロンゼリーも一応あるんですけど、ゼリーはゼリーで作った方が面白いかな。どうしよう。そうなるとね、全然これと遠ざかっちゃうんだけど、ハロウィンのスイーツに変更しちゃおうかな。オリジナルのこれを使ってリメイクみたいな、そういう風にしようかな。うん、そしたらこの下のクッキー、タルトのこの土台のクッキーもトッピングパーツとして使えますよね。まずトレーに水を加えます。1杯入れるみたい、1杯で1袋。この1袋でどれぐらいの量になるのかな。1個で足りないですね、これ多分。早くしないとね、ゼリーが固まっちゃうので。こぼれたー、やばい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 、こぼれてるこぼれてるけど時間がない時間がない、どうしようどうしよう。かぼちゃに入れます。あ、いっぱいでいけそうですね。ちょっと足りないか、でも増量増量、よし、いけたいけた、オッケーオッケー、こ
これやばいですね。どうしよう。下の方に流しておく。いちごは少しこれも作ろうかなと思ってこちらの型も使います。あーまたこぼしちゃった。すごくいい匂いがしてます。甘い。これこのままいけるかな。よっ、これがね丸ごとみたい。ここがあー入りすぎた。やばい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 。この真ん中の目玉部分を作ります。このね目のところだけ赤くしたらどうだろう。黒いかな。うまくいくかな。まずこの部分だけを固めます。すごいいい匂いする。めっちゃいい匂いする。メロンだ。これ一番今まででいい匂いがしてます。余ったのでお化けにも入れちゃおうかな。どうしよう、お化けじゃなくてこっちのゼリーに入れちゃおうかな。ここにゼリーの型があるのでこれも使っちゃおうかな。何かにできそう。ではこちらの固めたゼリーを取ってみたいと思います。どういこう。いらないかな、これシリコンだから。うわー、あーやってもうた。やばいやばい。3秒ルール OK。 ソーリー、3秒ルールということで許してください。どんな感じかな。おー、かぼちゃになってると思います。これ爪楊枝いらないですね。ビヨンっていっちゃうもんな、ゼリーだから。おー、いい感じいい感じ。おっ、で問題のこれです。いやーこれどうかな、グロそう。どんな感じ、いけるかな。わあーよく見るとうん若干目玉っぽくなってます。あんま目玉に見えないけどね。ちょっと気持ち悪いな、これグロいな。これはおいしょ。うわ、目ん玉でございます。お化けはねこれから作るんですけど、お化けは可愛いと思うな。わあすごい、全然違うチーク菓子になってます。これもね今固め中。おお、オーバー系飛びましたよっ。あーひっくり返った。やばいやばいやばい。あ、お化けすごい可愛い。ほっ、でまたねここかぼちゃ作りました。めっちゃいい匂いしてます。これグロそうだな。あー破壊破壊、やばい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 。ちょっとまだだったかなこれ。うー、目ん玉。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 スポンジケーキの素を入れます。すごいこれね、いい匂いがします。ホットケーキミックスのようなプリンのような感じ。5袋入りました。思ったよりちょっと5個ってそんなにないですね、量が。もっとね巨大なのができるかなってね勝手に思ってたんですけど、いや10個以上買わないと無理なのかな。でこちらを電子レンジで温めるみたいです。600ワットだと約30秒って書いてあります。ほっ、おー来た、来ました。これもう一個あったらよかったな。もう一組あればねよかったですね。こう上下になるから。ホイップクリームを作ります。これは水を1袋につき2杯入れるみたいです。めっちゃいい匂いする。5、よく混ぜる。本当にこれがクリームになるのかな。あーでもなんかとろみが出てきた気がします。すごいすごいすごい、トロトロしてる。味はどうなんだろう。どのぐらいかき混ぜればいいのかな。こちらのパンケーキは2枚に切り分けました。まず、わーもうやだー、最初からミスった。このホイップを塗ります。塗っていこう、たくさんあるのでこれを塗っていこう。わっ
やばい、ブルーベリー、いちごとブルーベリーをちょっとトッピングしていこうと思います。で、ここに乗せます。乗った乗った。そしてこれかけた方がいいかな、ちょっとかける、この辺に。この子、よいしょ、おー、乗った乗った、オッケーオッケー。でです、どうしようかな、もう何にも考えてないんですけど、お化けが何匹いる、3匹か。おーおーおー、危ない危ない危ない。お化けちゃん、あんまりちょっとわかんないかな。かぼちゃ、かぼちゃ、そして黒い目ん玉。このね、2回目に作った紫の目ん玉あまり良くなかったな。あー、なんかこれ気持ち悪いな。ちょっとダメだ。やっぱ可愛さも残しておきたいから、どうしようどうしよう。かぼちゃに頑張ってもらうか。ちょっとかぼちゃに頑張ってもらって、この目ん玉がな、問題だな。ここに置くみたいな。お化けさん、お化けちゃん、ここにしようか。すごいなんか黒いな。ここがね、一番気持ち悪いポイントです。いちごが、これが立体みたいだから、これ見てみたい。あー、こんな感じですね。あー、うわー、なんかここモニターから見るとすごく気持ち悪いケーキになってる。もうまさになんか美味しくなさそう。ハロウィンのホラーですね、これは。で、これここを縛ってここを切ってあげるみたいなんですよ。あー、確かに確かに、できますできますできます。なんか気持ち悪いなこれ普通に作った方が絶対可愛いですね。うん、ビスケットの行方がプレート的にしとこうかないなー、これはないなー。落ちるとこのプレートが倒れないように、ここにイチゴをちょっと隠しときますね。ここにイチゴさんを、はい、どうでしょうか。大量に余ったビスケットとこの気持ち悪い目玉ゼリーがね、売れ残りました。はい、ということで今回は最初とね、全然ちょっと企画が撮影中に変わってきてしまったんですが、こちらのポッピンクッキンスイーツパーティーを使ってハロウィンのホラーケーキを作ってみました。最初ね、全然違うテーマだったんだけどいやー、セリアのね、こちらのモールドが全てを変えました。でもこれね、すごくゼリー剥がしやすかったので、これからの時期にいいなと思いました。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の横にあるベルボタンをプッシュして、全ての通知を受け取ると設定していただくと最新動画の通知が届きます。サブチャンネルの方にもぜひ遊びに来てください。